おはようございます。おはようございます。今日は、久しぶりにこういうような盆栽を使った動画をしたいなと思います。ガチ盆栽。はい。はい。ちょっとね、動画外ではいろいろやらせていただいてたんですけど、はい。今回は動画にして、皆さんと共有したいなと思って、頑張りたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。この木なんですけど、金箔ですね、このシャリ芸がとても特徴的な金箔です。まあこの木の幹の味というか骨が非常に面白いんですけど、この葉っぱたちは、まあ、要は杉なんですね。あ、そうなんですか。はい、ここについてます。なので衣替えっていうのを行った木になります。はい、なので葉性がとても良くて、将来性が抜群の木になってます。この木を見た時にどういうような構想をしようかなって考えたら、皆さんだったらどうしますか。分かんないですよこれ難しいですよ。ぐるっと見ていただいたりとか、水吸いの動きをでどっちがいいかなっていうので決めてもいいし、まあ、こっちもありますよね。あ、でもさ、向こうの方がやっぱここのシャリの部分はこっちの方が面白いかなっていうところで、いろいろこの木がうちに来てからいろいろ考えました。ただ第一にこの木を中心にしたい、そういうふうに思ったので、今回はこの木を中心にしたいと思います。はい、中心っていうのは高さ45センチ以内ですね。まあ場所によってはそのあれが前後する場合がありますけど、基本は45センチということで、そのぐらいの大きさにしたい、ということです。はい、じゃあやってみましょうどうすんのこれ。はい、大きい道具を使います。はい、おえマジこれを使います。嘘でしょ。はい、どこで切るかと申しますと、この木のここを正面とした時に、中心にしたいのであれば、まあ、樹高で測るんですけど、まあここだと少し、まあ、これでも45にはなってるんですけど、幅理的に少し中品の規格からやっぱり若干外れるんですね。そうですね。で、あとこの木も例えば立てたりとか、すると面白かったりとか、細さが生きてくるんですけど、そうするとあった時も中品じゃないですね。はい、なんか逆に下げても少し、ただここが流れてるだけなので、そうで、ね、ちょっと上に上がってるじゃないですか、下に下がってまた上に上がってるのはちょっとどっちつかずのところがあるので、これ、はい、どこ、どこを切るという話。あー、全部取っちゃう、もしかして。はい、マジで、はい、ここだけにするってこと。ここだけにします。はい、そうするとこの中品らしさが出てくる。おお、という、やるの。はい、でただこれを持ってきたんですけども、はい、シャリをどれぐらいつけるかっていうところですね。あ、まあ、陣になれば、この木に対してここが見せ所なので、あんまり陣でつけすぎなくてもいいのかなというふうに思います。はい、今ここシャリがあるので、まあ、これが残る程度でもいいのかなと思うんですけど、まあ、陣を切るのはいつでもできるので、若干長めに、つけとこうかなというふうに思いますので、まずはちょっと細切れで、ちょっと本当は的にはここでバッていきたいんですけど、行きたいけどね、ちょっとあの細切れで切っていきたいと思います。これで何年かかったんだって話します。本当だよ。はい、行っちゃう？はい、行っちゃいます。はい。ということで、さよならと。うわー。ああ。いや、気が狂ったのかと思いますよね。マジか。ちょっとこの辺長くしとくから。導線が切れた。線が、はい。すげえわ。スケールが。はい。いやー。でちょっと針金を。正直言うと、これで完成というふうには多分持っていけないと思います。あ、今回の動画で。やっぱりこの葉張りとこのシャリゲーだと、やっぱりバランスがまだシャリの方が勝っています。はい。ので、まあ3年後とかを見越した木作りっていう形になると思うんですけど、ただ、実際こっちの部分ってもういらないので、それを残していても正直言うと
まあ、こっちに栄養を取られるだけなので。なるほど。こういうのは取っちゃって実際いるところに、力をつけてあげた方がいいんじゃないかなと思って今回取った次第です。どっかのパフォーマンスでやりそうなことやってますねそうですね。ただパフォーマンスってこれがクオリティができるかっていうと、あ、やっぱりね、息を作らないといけないので。なるほど、はい、片手間でやってもね、タスキとしてこれ本当にいい賞なんでね。箸はいいですよね。で、残りの部分ですね。これは葉っぱを全部取っちゃいます。すごいね。こっちだけで全部できるのかなっていう、この木は、うん、もうこの木はちっちゃくしないといけない木だと思うので。目はこれが挿絵だ。でこの辺が頭で、これをこう下げてでできるんだ、はい、そういう木ですね。はい、できました。できました。裏側をちょっと見てほしいんですけど、ここで、水水が二手に分かれてます。ですので、こっち側をすべてシャリ、まあ、陣にしちゃって、はいはいはい、で、こっちの水水を生かした、木作りをするというところですね。なるほど。はい、なので、今日の工程、まあ、第一に大きい作業が終わったので、はい、これからの工程についてはここをまず陣にします。でその後にこれを針金をかけて完成ということですね。で植え替えに関しては一回このままで終わらせます。でちょっともう少し樹勢がついてから植え替えたいというふうに思うので、はい、今日は、陣作りと針金かけがメインの動画です。はい、はい、この水水をもう全部剥いていきます。はい、でちょっと最初に彫刻刀かなんかで取ってみて無理そうだったら機械でやっていきます。ここが継ぎ目がいっぱいあるんでぐちゃぐちゃなんですよね。だいぶブリブリですね、この木は。本当にいいんですか。もう形成層が厚いですね。もう水をいっぱい吸ってる感じですね。その状態をブリブリって呼んでるんですか。ブリブリですね。こんな厚いもん。木質はここでしょ。形成層こんなに厚い。ちょっと見てください、この厚さを。本当だ、樹液もいっぱい出てる。もう活動してるっていう証拠ですよね。これが冬だったらこんなベロンっていかないので。だ冬だからいいっていうこともあるんですけどね。シャリを作るのね、うん、無理できるというか、うん、昔はそういうのは水吸ってる時期だ。そうそう、自然に見せるため。そうですね、ちょっと本当はもう少しやってあげないといけないんですけど、とりあえずとりあえず大まかにやって自然に見せて、ちょっとなんだろう、年数を重ねて、うん、なんだろう、風化させて見せると、まあこういう風にしていって言えばいいのかな、うんうんうん、まあ、第一段階でこれいいんじゃないかな。ことは合わせるのはむずいですよね。むずいですけど、ね、まあでもこの辺はこのなんだろう、水が入ってくるようになれば木質っていうのが出てくるんで、うん、いけない、いずれはなるんですけど、こういう時だと砂吹きっていうのをやるとすごく木質が出てくるんですよね。砂吹き、うん、砂のコンプレッサーからエアー出して砂でバーってやるんですよ。傷つける。そう、磨くの。そうすると木質が出てくる、はい、うちはその設備がないんで。
応今日想定していた、シャリの抜き出しというか水杉を全部きれいに取ることができました。でちょっといてここなんですけど、こっちの水杉に影響しないように一回ここで止めようと思います、はい、あとでカットパスタ塗っていきます、はい、でだんだんこの上側っていうのは自然に枯れていくと思いますね。だからそれを待って後ほどシャリに入れればいいと思うんですけど、今これで例えば上まで行くとこっちがダメージ入る恐れもあるので、うん、まあ、大丈夫だと思うんですけど念のため残しておきました、はい、なので後々、カットパスタを貼って経過を見つつまた広げていくようなことになると思います。ね、こっちも、はい、そしたらじゃあ次、針金をかけていきたいと思います。い、はい、まず、ここに針金をかけます、はい、でこれが差し絵なんですね、うんうん、でこの辺はこうやって2段に分けようかな、はい、でこの辺を、まあ、頭にしたり、でこれ逆の枝にするんですけど、ちょっとここがまっすぐに立ってるんですね。そうですね。でこれを要はなるべく解消はしたいんだけど、うん、この硬さだと結構大変なんですよ、はい、なのでまあある程度大雑把にまず、10番ぐらいで針金をかけます。その中でちょっと引っ張りながら後ろに倒すような形でその辺ちょっと解消できればなというふうに思ってますね、はい、ただその辺はこの前に出てる枝なんかで隠しながらここら辺は解消したいと思うんですけども、ちょっとやってみますね、はい、なのでまず最初にここに10番を1本までかけちゃいます。逆の枝も大きいような気がするんだけど、ここそうここはもうちょっと下げながら段差をつけながら、少し低く作るような感じかな、うん、寄せて、はい、でこの10番では多分曲がらないと思うんですよ確実に、うん、なのでまあちょっと割れるのを防ぐ程度の考えですけど、はい、でこういう時も前回の針金の跡があるんですね、はい、食い込んだ跡そこにはあんまり被らないように考えながらやりたいと思います。あとちょうどここら辺ですね、継いだ跡があります、うん、ここにちょうど当たるような形でここが裂けないようにかけていきたいと思います、うん、うん、そうだった。こういう感じで針金とりあえず巻きました、はい、でここの針金とこの針金とこの針金の辺にちょっと引いてみようかなと思います、はい、無理かな。継ぎ目も大丈夫そうです、ね、じゃあこの状態で針金かけていきます、はい、でまっすぐは回収されたかなと思います、うん、この辺ちょっと隠しながらかけていけば、はい、いいと思います。あとその辺気になるようだったら年々ちょっと痩せていけばね、痩せていいんで、うん、OK、じゃあ下枝からかけていきます、はい、うん、すごい切っちゃったね。切っちゃいました。びっくりした。びっくりしました。びっくりしました。びっくりしました。で、なるべくこう葉っぱの間をかき分けるように針金をかけるといいですね。元気としては、はい、で下向いた枝は葉っぱは抜いておくと、抜いておった方がもう楽だと思います。楽だと思う。この葉っぱを、まあ葉っぱの量にもよるんですけど、もし使わないような葉っぱを残しておいたら、じゃあそれでそっちに栄養を持っていかれるし、うん、で逆にそれを針金かけるっていうのはだいぶ労力がかかるんで、だったら取っちゃうっていう選択肢の方が早く楽にできると思います。
やっとあの下枝の針金終わったんで、うん、次上枝かけていきます。寄せたい。引っ張る。ここにビス入れるか。うん。ビス。シャリによって。シャリのなるべく見えないところに。仕事ビスを取ります。どうでしょう。盛り上がっております。じっとして何も動かさない。ギュッと寄せると、うん、少しここにゴムで当てをしておくというかもしれないですね。あ、よいしょよいしょ、おって、ざっと針金できました。はい、なのでもう最終的な調整をこれからしていきます、うん、しっかり棚を作って空間を作ってあげたいなというふうに思います、はい、ちょっとこの辺から見ているような状況ですね、うん、ちょっと、差し枝は少し前に持ってきました、はい、であとこの辺を下げてちょっと寄せて、なんとなく面が合うようにしました、うん、という感じです。枝先を整えます。まさに匠の技ですね。ここでクエスチョンのやつ。クエスチョン。完成しました。お疲れ様です。金箔の針金掛け、はい、ということで一応一通り終わりました。気にしたポイントはまずはここの。うん、シャリ付けですね、はい、とあとは針金掛けの棚を意識して作りました、うん、で全体的にトータル的にやっぱりまだシャリが強いですよね。そうですね。この歯張りが負けてる状態なので、うん、もう少しこれが、歯張りが出てくるともっといいのかなと思いますので、うん、まあ、3年計画ぐらいで考えれば、中品で樹角のいい木ができるんじゃないかなと思います、うん。で植え替えに関してはもう少し落ち着いた段階でやってみればいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね、鉢が大きくなっちゃいますね。ちょっとね、でかいですからね。あとは根の状態もまだわからないので、うん、はい、こっちをだから削れないからこの位置に入ってるんでしょ、多分かもしれない、うん、ちょっと見てみないと。植え替えもなかなか大変そうな、はい、まあ、そういう形ですね、はい、ただ構想通りにはいったのでよかったんじゃないかなというふうに思います、まあ、もう少しこの辺まで頭がくるともっといいのかなと思いますので、その辺は年数を重ねながらいい気にしていこうと思います、はい、やっぱり盆栽っていうのも年数をかければかけるほどいい気になってきますので、将来設計を持ちながらやっていっていくといいと思います。ああやってバツンと切っちゃうことも、まあ、ね、商品なら見ますけどね、はい、やっぱりこの盆栽の大きさをそもそもどこぐらいに持っていくかっていうのも考えてあげる。うん、この木はやっぱり中品にしたいっていうところから始まってるので、その中でこいつを使うよりかはこっちにした方がいいだろうということで聞いた次第です。お見事でした。あ、はい、という感じで、はい、皆さんも盆栽の枝をバツンと切ってみたいと思ったら当店おいでください。いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。はい、Please subscribe andThumbs up. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.